の周りには2頭の車が通りません。平成本日列車の左側の道路は整備されるまではこのバーセンが唯一の交通手段でした。こちらの道路が整備と指定されるまでは運賃は16万円で生産の税金を支払う方が違うとしてこのバーセンが利用されておりました。次は奥泉、奥泉です。次は長島ダムです。長島ダムです。ネクストはこれから急勾配を登ってまいります。この急勾配は90パーミル、または宣伝の強制と表され1000メートルの水平線を使って90メートルの高低差を上り下りする勾配となっております。コンクリート16式のダムとなっております。このダムはこのアクションスティッカーはこちらの長島ダムの検出に伴いこれまでのパーソナル線路が水没するものとなってしまったため新しい線路に切り替わり観光客さんとなっております。このアクションスティッカーは平成2年15日付より使用を開始しております。